浅野長則。浅野長子とは、日本の江戸時代末から、昭和初期の大名、政治家、外交官、実業家、社会事業家。あ秋広島神殿藩代六代藩主。後、広島藩代十二代、最後の藩主。浅野宗家十三代当主。君党社位は、君一党公爵。浅野茂明、としてる。第七代広島藩主。 朝野茂明の四男、朝野長茂、長年の八王の長男。安政三年、1856年2月、叔父、朝野長君の養子子となる。安政五年、1858年11月4日、養父長君の本家相続に伴って、青山内商文家、広島新田藩朝野屋の家督を継いだ。この後、弟の元次郎は、安倍家を継ぎ、雪年、雪年。 1861年から1936年は、同様に、長君の養子、長道、長道、1865年から1886年は、自身の養子となったため、最終的には、末帝の養長、安永、1872年から1941年が、しげる章の後を継ぐこととなった。従五位した、岩見守に任官し、後に、 王うみ守るに改めた。なお、新田藩主在任中は、署名の名が、沖を名乗っていた。文久2年、1862年12月24日、今度は、宗家の当主となった、長君、持長の養子氏となり、青山内将文家の家徳は、重帝の朝の長厚、性質は長君の姉妹に譲った。通称を、木神に改める。文久3年、 1863年2月11日、14日した、自重に任官し、将軍、徳川家持より返帰を授与されて、持ちとに改名した。現時元年、1864年4月28日、左少将に任官した。幕末期の動乱の中で洋父の補佐を務め、江戸幕府と朝廷官の折衝に尽力した。 広島藩は、第三洋の尊老思想を柱に平和的に倒幕を行う方向で意見を一致させていた。慶応二年、1866年5月、広島藩は、第二次徴収征伐に大義がないと猛反対する。広島表に、退陣する老中、小笠原意気守るおきが、非戦論で退治する失勢野村立脇、続いて、辻正とに謹慎を申し渡した。 船越洋之助、木原秀三郎など文部有志の死が母校である反抗学問書に開始、小笠原老中は我が藩の戦争回避の論語と忠告もことごとく無視し、その上両失勢の謹慎処分を与えた。これは広島藩主を飛び越えた処分で反省を麻痺させた。もともと家持将軍の再挙もなく、私的な権威づけの独断処罰だと批判し、口外した。 この際は、小笠原老閣に、今日、攻撃アランとす、とした。それを知った朝野長君は、広島城内の大広間に、全家臣を集めた。次局に対して訓練した上で、反死たち各自の挙動は固く、これを今める。小笠原を暗殺するというのならあまりがやる。次局に意見がある者は、この十七日までに憲白することを許す、と長君は申し渡した。 5月18日、学問所街道の55人は連署で、長君に憲白書を提出する。広島藩の出兵拒否を要求し、片山加工、長君の命令があれば、火の中、水の中、共に戦うと命を預けた。若者の暴走は回避されたように思えたが、5月23日、広島城下の町通事5カ所に、小笠原行き守ると、 室が伊予神の暗殺予告の張り紙が出される。広島藩主、浅野持長、長君は、五十五人の若者たちが要求する、不参戦を受け入れて、小笠原には、身の安全が確保できない旨を申し渡し、国外退去を依頼した。六月二日、小笠原老中は、広島を去る。六月三日、持長が、小笠原の公認の松平老中に、広島藩の戦法を拒否した。 6月4日には、藩主は再び政党の負荷を論じ、広島、厳州藩平の出陣事態を幕府に通告した。6月8日、第二次幕朝戦争が、相訪大,大島で始まる。慶応3年、1867年正月4日に、失政、石井守里が、角楼、板倉勝清に、大政奉還の建築書を提出、翌5日に、官の始めが転送。 飛スカイ・マサノリへ上層書を提出する。幕府と朝廷に対して提出したものの、気が熟していなかったか成就しなかった。その後、広島藩の失政、辻正友が、三た来、呉暮の密謀駅で、交流のあった薩摩藩の家老、小松建脇と協議、小松が、土佐藩の後藤昌次郎にも話し、7月3日、三藩で、大政奉還の建白書の提出と、 京都への出兵を計画する。報告を受けた、長君の早く完了させよとの指示により、岡山藩、鳥取藩、徳島藩へと賛同者を広げていく。一方で、土佐の山内陽道は、大政奉還の建白書は認めるが、京都出兵は認めなかったため、広島、薩摩、土佐の三藩出兵計画は頓挫した。そこで、広島、 薩摩両藩は、もう年へのな城を京都に謝罪に行かせるという名目で、長州藩を出兵させるべく、三藩軍児童名を計画する。窓口になったのは、広島藩京都応接係、黒田増の進む、長芸連絡役、上田乙次郎、薩摩藩、大久保一蔵、年道、長州藩、木戸俊一郎、桂小五郎、木戸高吉であった。10月1日、 薩摩藩は、藩内で意志の統一ができていなかったため、土佐藩のことも影響して、小松竹脇の思うような出兵ができず、出発直前に三藩出兵が頓挫してしまう。10月3日、薩芸度の密約を無視し、大政奉還の憲白書を土佐藩が抜け駆けで幕府に単独提出した。7月3日の密約とその後の経緯の詳細を聞かされた中岡慎太郎は、 結層を変えて、後藤を切ると息巻いていたが、悟されて思いとどまる。10月6日、広島藩も、老中、板倉に2回目の大政奉還の憲白書を提出する。10月15日、大政奉還が、朝廷に受理される。10月17日、在京の広島藩兵876人、薩摩藩兵約2000人が、合図、桑名藩兵を強引に外させて、 京都御所の警備につく。10月17日、島津忠義が三田尻、山口県に到着。10月30日、長州藩着し、毛利玄徳と会見。11月15日、中岡慎太郎、坂本龍馬暗殺。11月26日、三田来、呉市において、島津重久が約3000人、長州藩から約1200人、広島藩 長君は422人、広島藩総督、岸久米200人、尾道より、長州藩兵約1300人が京都に向けて、回路3藩出兵が実行された。長州兵の船には、広島藩と薩摩藩の旗を使用して寄贈した。12月1日、広島藩失聖、辻正ともにより、広島藩兵へ、京都離脱命令、大政奉還がなされた以上、 戦をすべきではないが降りる。12月9日、王政復古の大号令で議定となり、小御所会議では、五所の封鎖に兵を出して協力し、出席している。同会議では対立する薩摩藩、岩倉智美と土佐藩を仲介した。慶応4年、1868年正月3日、鳥羽伏見の戦いに突入、ここから、母親戦争へ流れていく。 母親戦争での広島藩の動きは、新期体を参照。慶応四年、1868年1月17日、浅野持子とは、会計事務総督兼人となる。同年2月20日、会計事務局保険人となる。5月20日、免職となる。明治元年、1868年、明治新政府に、標準の意を示すため、 徳川将軍からの返旗を捨てて、長異差を長ことに改名した。明治2年、1869年正月24日、長君の隠居により、家督を継いだ。通称を、秋守るに改めた。2月4日、三余に就任した。3月6日、十二位、中納言に任官した。また同日、議定に就任するが、5月17日に免職となる。 六月十七日に半赤奉還で地半事となり、その後は藩政改革に努めた。九月二十六日、正乳に昇進する。明治四年、千八百七十一年七月十四日の廃半地検で面官され、東京へ移った。この時に百姓一揆、竹市騒動が起こっている。これは長君の知性に不満があったわけではなく、武家家族は明治三年、 1870年の大乗関令により東京在住となったが、新体制のレング像、外国人のキリスト教不教などの不安から、全藩主長君の東京移住を阻止しようとした、という性格の一揆であった。明治5年、1872年、日本最初の洋紙製造工場、アリトネ社、大正十三年、1924年に、王子製紙に九州合併を設立。 明治7年、1874年稼働する。用紙の生産には成功するが、生産当初は国内に用紙の需要がなく、赤字続きであった。しかし、長君は、日本の近代化により必ず用紙の需要が増えるとし、そのまま経営を続けた。明治11年、1878年、資材を投じて一時閉鎖されていた、広島藩公衆道館を再興し、広島市、 ルカワ町の泉亭、現在の出家園に浅野学校を開校した。明治14年、1881年に校名を修道学校と改め、校長には、藩校出身で海軍兵学校の教官であった山田重築を抜擢した。その後この学校は、修道中学校、修道高等学校として現在まで続き、各界に多くの人材を輩出している。 明治政府の下では、明治十四年、1881年に、元老院議官、同年に、外国公師就任の命を受け、翌明治十五年、1882年に、イタリア公使となり、同年に、妻の綱姫を伴って通した。横浜港から、香港、シンガポールなどを経由して、イタリアのナポリに到着した。この間、 白人の支配を受けている香港やシンガポールのアジア人現地民という植民地の実情を知る。ナポリにて妻と共にイタリア国王ウンベルト一世及びマルゲリータ王妃に配慄、明治天皇からの国書を届けた。帰国時は勲章を受けている。その後、フランスやイギリスなど欧州各国を見聞し、産業や技術力をもって発展する列強各国を視察した。 ロシアでは白夜を経験している。後欧州を離れ、アメリカ合衆国を経由して帰国した。ニューヨーク滞在時は電車に乗車している。これらの経験により、後に旧藩内の若者を数名、イギリスやフランスに留学させ、また、養子の長道をもイギリスに留学させた。明治17年、1884年に、区内省家族局長官、明治23年、 1892年に、貴族院議員に就任する。その間、明治17年、1884年に公爵となる。また、明治天皇の命により、幼少期の昭和天皇の養育係を務めた。明治19年、1886年、養子としていた実定の長道、妻は、加賀金沢藩主、前田成康の娘が、 単身留学先イギリスのロンドンで死去した。21歳。このため、もう一人を死としていた、長津の自弟おさ長ゆ1864年から1947年、が、浅野宗家の着手となる。上記の製紙会社以外にも、明治22年、1889年2月11日、大日本帝国憲法発布の日に創刊された、新聞。 日本に出資する。さらに、家族銀行と呼ばれた順を銀行の大株主の一人でも、あり、明治26年、1893年に、取締役、明治28年、1895年に、当取となった。昭和11年、1936年の2.26、事件の際には、事件を起こした、青年商工らの除名願いに、 田中光明と動いたが、叶わなかった。昭和12年、1937年2月1日、94歳の長寿をもって死去した。養子の名が、これが後を継いだが、その10年後に亡くなり、その後は長竹、長愛、長江と続いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。